はい、おはようございます。やってまいりました、今日のワンコンテンツ。本日お送りするのはこちら、ガンヘッド新たなる戦いバリエというゲームです。まあ、バリエというメーカーのガンヘッドです。新たなる戦い言うてますね。なんでしょう、なんか元の作品というかナンバリングみたいなのがあるのかな、ね、ガンヘッド1みたいなのがあるのかな、でこれは2なのかな、どうなんでしょうね。別にそういうつながりなく最初のゲームで新たなる戦いっていう言葉を使ってるとなかなかそれはそれで面白いですけど、はい、パッケージ画面から得られる情報はないです。でこのゲームどんなゲームかは知らないです。私全く知らないですっていうか調べてもいないです。なので最悪シミュレーションとか RPG とかアドベンチャーとかだった場合はまあまたね考えましょう。アクションとかシューティングとか、まあ、ゲームオーバーがないシステムだった場合ちょっと考えましょう。はい、というわけで一回ゲームオーバーになるまでにどんな感じのゲームですよお送りしていきましょう的な感じでやっております。今日のワンコンティニュー、はい、やっていきますよと、よろしくお願いします。もう何ですか。2005年アジアの陸から800キロ離れた火山島 8JO に世界で初めてのフルオートメーション工業地域が選出された。施設の中心は世界最大のコンピューターカイロン5である。それから20年後全世界に対し宣戦布告を始めたカイロン5がガンヘッド大隊の戦争がこの島で行われ、その後なんちゃらか芝はなんて言った、その後禁断の島 8JO に起こった出来事はすでに忘れ去られているかと思われていた。しかしこの島でまた新たな戦いが繰り広げられるとしている。誰が知り得ただろう。なんで全部カタカナやん。 8JO に残された超エネルギーの秘密を手にした者がそれぞれの思惑をなんちゃらかんちゃら、新たなる戦いはここから始まる。マリエは東方サンライズって書いてある。え、東方サンライズ元があるのかな、何ですかこれが。新たそうなの。今わあ主張の激しい主張の激しいタイトル画面。あ、なんかかっこいいじゃない、ドラマチックというか演出がかっこいいじゃない。戻るだとドッヘンガーガンヘッドからのドッヘンガなんで戻す必要があるの。あ、ここで止まるのね。もう一回見ていい。火山島 8JO、 フルオートメーション工業地域が建設された。カイロン5が、支配してる島みたいなことね。だから2025年だからもうすぐですよ。もうすぐ宣戦布告されますよ。気をつけましょう皆さん。その後島は何て書いてあったっけ、見逃した。カタカナ見づれ。まあいいや、とりあえず、なんかその、悪いやつぶっ飛ばせばいいんだな。そう、メインコンピューターぶっ飛ばせばいいんだな。よし、スタート。何急に何え ?4人でやるのかな。え、どういう感じだ ?4人組え ?4人組え4、どうしよう、4、4、ちょっと今頭をよぎるのが、よぎってはちょっとよぎっては消えて、結局なんかもう当たり障りのない言葉しか思いつかない。もう朱雀言語逆光理。じゃあ朱雀さんでいきます。あっ、これ一人プレイで遊ぶ的な感じ。何すんの、なんかこうマッチっぽいのがあるけど、曲はいいよ。何すんの
どうすんの、なんだ、命を拾い入れていくのか、新たな戦いが始まったと言うけど、どうしよう、どうしよう、どこに、どこに、どうしよう。一応最初のカーソルの位置はここか。じゃあ最初のカーソルの位置で A ボタンを押してみよう。スペクタ。シミュレーションか。私の拠点はこことこことここみたいなことになってるのね。で、スペクターサイドは散らばしたってことね。え？どういうこと？あれ？どうする、どうする、これど、どうする、どうする、どうする、ど、ど、どう思う？ん？ど、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 あ、動いた。ロボットの残骸が散乱している。使用可能なパーツを発見。 SH のボディ入手。選んで歩かせる。アーム入手。基地に格納しました。次はスペクターのターンです。自分が持ってるユニットを動かしていく感じっぽいけど、敵の動きを見ないとちょっと何をする。あ、結構歩けるのね。とりあえずじゃあ敵とぶつかってみて、どういう戦闘が行われるかを見ていく感じか。もう敵のターンの危険を観察するしかないんだ、これ完全に。光り輝く物体発見、セルフデストロイドを手に入れた。なんだろう、この島を使った戦略的なことなのかな。ちょっと、まあ、ルールとシステムが分かれば面白いゲームなのかもしれないけど、ちょっとまあさすがにノーヒントで説明書もなしだとこうはなるよな。え、そんなん歩ける、もしかして。え、そんなん歩けるの、めっちゃ機動力あるじゃん。しかも水中で。水中、海中、海上。あ、ぶつける、ぶつけに来る。あ、ぶつけに来ない。あ、違う、来るね。あ、ぶつけに来る。何すんの、どうす、どうなるの。サーチ、コードネームはサーチ、コードネームはアサルト、スザック、モードオート、セミ、マニュアル、オート。え、スタートボタン押すよ、スタートボタン。なんか始まりましたよ。これオート戦闘を今やってると思いっきりね。まあ、マニュアルはやるべきな感じなんで、なんで後ろ向きにやって、お前バカなの、バカなの、え、バカなの。え、ちょ、コンピューターバカなの。当てに行こうぜ、当てに行こうぜ。これは一方的にやられます。ちょいちょい、ゼロ距離で一方的にやられてるぞ。
あ、一発も当てとらんぞ、お前。バカなの？え、バカなの？でしょうね。みんな、スルクター、まあ、とりあえずもうよくわかんないけどぶっ飛ばしに行けばいいかな。でマニュアルにして、あいまあまあ全部平気でいいや。さあどうだ。いや動けねえじゃん。え、確かにあの戦闘画面の動かし方はよくわからない。 B ボタンを押さない、 B ボタンを押しっぱなしにするのか、 B ボタンを押しながら十字キーで動くのか。でなんかこっちの弾が当たる範囲に敵が来てくれたから、もう A ボタンを連打するだけで勝てたけど、はあ、よし皆殺しじゃ。だからこのユニットは、あ、上のやつをぶち飛ばしに行けばいいのかな。でこれマニュアルにして、ここもいい。うわ動かないな。うわ狙った通りに動かない。まあでも当たる範囲に来ればもうあとは連打するだけで、よくわかんねえな。やったぞ。どうかなこれ、コメントとかでやったことあるよって人もいたりするのかな。それともまあ初めて知りましたっていう人の方が多そうな気がするけど、どうだろう。でもう遠いとこにしかいない、そこに総攻撃仕掛けりゃいいのか。ええのんか。動かせ、あ、え、動かせられるとこまでしかカーソルはいかないシステム、ね、あ、で山を越えようとするとやっぱさすがにあの機動力的にでも限界があるよ、ね、あれ今選んでたんじゃないの。今このキャラを動かすつもりで選んでたんじゃないの。あ、ここまでしか行けないっぽい。あ、ここまでね。残骸の中からなんちゃらかんちゃら、なんちゃらかんちゃらを搭載する。次はスペクターターン。思ったよりまだいいかな。これは今日の動画はどこでどう終わらすかだよ。今度戦闘を、まあ、勝利するか負けるかすればまあね終わらせやすいけど、あ、なんか新たなユニットを配置しやがった。あんまり戦闘長引かせてもらね、長引かれると困るんですけど、なんでそんな遠いとこに置くと。え、これうろちょろすることによりなんかあんのかな、そのアイテムを集めていきましょうみたいなことは。
こっちはマニュアルに際しておくの負けはつかない。次でちょっと打てるやんか。ちょ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 、ほ、砲台、砲し、砲台、ちょ、なんで動かないの、なんで動かないの、なあ、やられた。よくわかんねえな。負けた時の、あの結果なんて飛ばしてもらっていいんだけど。曲は良さげな曲が流れてはいるけど、敵はどこにいるの、え、敵はどこにいるの、敵の場所がパッと見でわからない。ちくしょう。向こうから攻めてくるの待つでいいんじゃないかな。もう回路に突入しますか。もちろんだ。前後の集結せよ。カイロンの防衛機構に発見された。あ、スザク、大隊、大大全滅。我が隊の力はカイロンには及ばなかった。突撃だ。あ、違う、あれ、いけない。敵は何をしてるんだろうな。ウルトル動き回って何かしらの今フットパーツ入手とか書いてたかな。こっちも多分やろうと思えば新たなユニットを増やすとかもできるとは思うんですけどね。多分、いや知らんけど、なんでこんな海のど真ん中に配置したんだろう。どういう狙いがあるんだろう。結局上陸しに行くんでしょ。アイテム、何が起こったんだ。 LM はセットされました。うわ、なんてこった。 LM がセットされてしまった。何ですか LM って。ヘッドを入手。あ、来る来る。もうこのまままたあの基地に突入させて終わろうかと思ったけど、まああと1回戦闘であのぶっ飛ばしてやる。あ、負けた。負けました。ってことは全滅じゃない？もしかして。めっちゃパラメーター上がるじゃん。何が、サーチヘッド、コマンドヘッド、ガンヘッド。
アサルヘッド、どういう意味なんだろうね。パンですって言われた。パトコンにこんだけ配置できますってみたいなこと。一旦ターンをパスしてみましたけど、どうなればこの今やってる戦闘が終わるんだろう。今配置してある部隊は多分全滅したと思うから、それでゲームオーバーなんのかなと思ったらゲームオーバーにならないですね。あ、一個なんか船に格納したやつがいたね。それまでしないといけないかな。でもな、あの船からあの敵がいるとこまで歩かせるのもちょっと遠いな。エネルギーが満タンになった。あ、そこ補給場所なんだ、その白い小屋みたいな。ダメージ10ポイント回復。エネルギー満タンとダメージ回復はまた違うのね。エネルギーっていうのは多分じゃあ攻撃用の何かとか。何が？はい、というわけで本日ですね、お送りしてきましたのはガンヘッド新たなる戦いというですね、シミュレーションゲームでした。まあどういうゲームなんでしょうね。さすがに前情報もなし、説明書もなし、遊び方もちょっとまあわからない、専門用語も多いということで、まあこの状態でとっつくにはやり始めるにはちょっと大変だなっていうところではありますけど、まあルールとシステムが分かれば、あと多分この感じだと、まあ、対戦とかで、まあ、この島を使ってのサバイバルゲームみたいなこととかをするなら面白かったりするのかなと思いますけど、まあ何せちょっとルールが分からないので、こんな感じにはなりました、こんな感じの日もあるさということでですね、はい、お送りしておりました今日のワンコンティニュー。お疲れ様でした。さようなら。